今回は歯の話ですよね。要はね、やっぱりある程度こう年齢重なってくると歯って結構ね、もろくて、よく虫歯になったりとかするんですよね。それで、こっちを直せばあっちがダメとかね。で、今度はあっちを直せば今度こっちがダメって、割とこう、いたちごっこのような状況で、割とこう1年に1回か2回歯医者に行く回数が増えたなっていうような気がするんですよね、昔に比べると。で、一番ね、思ったのは、例えばね、大きな苦難に入ってしまったら、当然、電気やガスなんかもないわけですよね。ってことは歯の治療もできないってことですよね。だからある程度体のことは、例えば薬飲んだりとか、そういったことで対応できるんですけども、歯とかね、いう場合はちょっとね、なかなか難しいんですよね。だから、まだ大きな苦難に入るに、若干まだ時間があるみたいなんで、今のうちにですね、歯の治療を済ませてしまうと。これ意外と重要なことじゃないかなと思ってるんですよね。やっぱり、力を入れるときに歯が食いしばりますし、やっぱり食べたり飲んだりするときに、やっぱ歯って重要な部分ですからね。だからやっぱりそういうことを考えると、今のうちに歯を治療しておくっていうのは悪いことじゃないなと思いますね。確か宇宙飛行士も確か虫歯があっちゃいけないって聞いたことがあるんで、だからそれぐらい重要な部分なのかなっていう気はしますね。最近もちょっと歯を治療して、結構1ヶ月半ぐらいかかったんですけども、やっといてよかったなと思ってますんで、これも体術の一つということで、ぜひ、今のうちに、歯は、全て完璧にしておくっていうのが一番ベストかなと思いました。以上です。どうもありがとうございました。